ど飲めない私たちにとってはちょうどいい。前菜はですね、インボルチーニという料理でございまして、イタリア語でですね、巻くという意味を伏せました一品でございます。本日はですね、中にイタリアのソース、サルシッチャをですね、巻いてご用意でございます。こちらのソースはですね、春が旬であります新玉ねぎの作りしたソースですね、仕上げてございます。はい、お楽しみ。アスパラが可愛いね。ね、本当に。シンプルに生の海とですね、アメロトマトとウエストマトで合わせたタリオリにご用意でございます。こちらですね、よくですね絡めてからどうぞお楽しみくださいませ。昨日の夜ご飯のパスタも美味しかったね。トマトね、すごいね。ちょっと卵かけご飯の風味のソースでございまして、上に桜エビを散らしてございます。そちらの香りもお楽しみくださいませ。菜の花乗って、うん、桜エビが乗ってる。お待たせいたしました。こちらメインディッシュのご用意でございます。下はですね、こちらが北海道産のフィレ肉でございます。ミディアムレアでですね、こちら仕上げてございまして、上ではフォアグラのスタロシリでございます。ソースは黒トリュフのソースでですね、合わせてございます。どうぞご堪能くださいませ。みたいだ ね、 ね、こういうティラミスもあんだ ね、 ね。戻ってきた。